お元気ですか、ボクシュミです。今回は98横浜ベイスターズコレクションカード開封動画でございます。確か1998年は当時の横浜ベイスターズが38年ぶりに、リーグ優勝した年でございます。なんとね、私のね、あのコネを使ってね、なんとかね、購入することができました。それではね、早速やっていきたいと思います。では早速紹介していきたいと思います。まずは川原龍一投手でございます。川村文夫投手でございます。三浦大輔投手でございます。現在はね、あの監督をなさっております。野村弘樹投手でございます。で、佐々木和弘投手でございますね。あの大魔神佐々木選手でございます。で、谷繁元信捕手でございます。かつてね、あの中日の監督の経験もございます。秋元耕作捕手でございます。万栄隆外野手でございます。で、進藤達也内野手でございます。石井拓郎内野手でございます。中根仁志、これは外野手でございます。少々お待ちくださいね。今あの軍手、あ、軍手なんか手袋をはめてるのでね、ちょっと取りにくいところがあるが、ご了承ください。はい、中根仁志外野手でございます。失礼いたしました。続きまして、鈴木孝則外野手でございます。畠山純外野手でございます。で、佐伯孝博外野手でございます。はい、で続いていきたいと思います。井口伊織投手でございます。五十嵐秀樹投手でございます。森中正男投手でございます。福森和夫投手でございます。で、横山幸也投手でございます。後にね、あの日本ハムにもね、あの在籍しました。島田直也、はい、投手でございます。これ日本ハムにもね、在籍しておりました。で、阿波野秀幸投手でございます。高野久志投手でございます。駒田紀博内野手でございます。で、これはローズ内野手でございます。で、荒井清内野手でございます。川端和明内野手でございます。春俊夫外野手でございます。で、荒井幸夫外野手でございます。で、ちょっと待ってくださいね。はい、斉藤隆投手でございます。で、権藤博史監督でございます。当時はね、あの横浜の監督、権藤博史監督でございました。で、井上潤外野手でございます。はい、で、続けていきたいと思います。はい、で、まずはですね、山下大輔選手と田代富雄選手のね、このね、太陽ホエール試合のね、カードでございます。続きまして、横浜太陽選手のタイトルホルダーでございます。で、斉藤明夫投手と遠藤和彦投手のね、このカードでございます。
で続きましてですね、これは赤堀を抜いた佐々木選手のねこれカードでございます。ちょっとずれましたね、失礼いたしました。史上最強のストッパーのねカードでございます。で、開幕試合開幕戦を完勝スタートした時のねカードでございます。で続きまして、巨人との、大打撃戦を制した時のこれカードでございます。で次ですね、長時間にわたる、今季最長試合時間試合を、ごめんなさい、もう一度言います、今季最長時間試合を制した時のカードでございます。こういうカードでございます、ね、こういうね、あの選手のねあの名前も入っております。で最後はですね、江夏を抜いた、佐々木投手のねカードでございました。はい、以上でですね98横浜ベイスターズコレクションカード開封動画終わりたいと思います。でちょっと途中でねちょっとねあの手袋しててねちょっとね取りにくかったことがあったし、あとはですねちょっとねあの噛んでしまったことが ありましたので、そこはねあのお詫び申し上げたいと思います。で2017年度もですね確かですね、ラミレス監督があの当時優勝していた広島東洋カープをねあの差し置いてねあの下克上を成功させてあの日本シリーズに進出したこともございます。ちなみにですねこの98年、あのパリーグの時はですねあの西武ライオンズが優勝しまして、4勝2敗であの横浜ベイスターズが、日本一になったという、ね、時でございました、ね、最近ですねあの横浜ベイスターズもねあの調子いいので ね今度はねあのパリーグの、あパリーグだった、セリーグでね、ぜひね、クライマックスにもね、進出して、あのパリーグの、私もね、あの日本ハムファンなのでね、この日本シリーズをね、見たいなと思っております。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。